ロシアのウクライナへの侵攻は、良くも悪くも世界を変化させたよね。そうだな。経済的な面では、いろいろなものの値段が上昇したしな。メリットと言うべきかはわからないが、各国が中国やロシアに対する備えに本腰を入れ始めたし、意識的な面でも変化が見られたぜ。そうだね。アメリカ政府も追加支援を台湾に行うとの情報を得ていて、今回は、台湾への軍事支援でいよいよPAC-3を売却するみたいだよ。今回はそんな米軍が高度防空システムを台湾へ供与することについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカ国務省は2022年4月5日、台湾への支援強化策として、台湾が地対空ミサイルパトリオットの運用、維持に関する技術支援と関連装備の売却を承認し、アメリカ議会に通知したことを発表したよ。国務省の発表によると、台湾関係法に則ったアメリカから台湾への技術支援と、関連装備売却の規模は9500万ドル約117億円に上るとされ、バイデン政権になってからは昨年8月に 155mm 自走榴弾砲 M109A640 両と、支援車両など合わせて約7億5000万ドル約930億円の規模で売却。2月7日には今回と同様にパトリオットの維持と改良を目的とした関連装置とサービスの購入が承認されているみたい。バイデン政権が打ち出した国家防衛戦略においては、中国を最も重大な戦略的競争相手国家防衛戦略と位置づけており、中国による台湾軍事侵攻の抑止力を強化することを重視していて、今後も台湾関係法に基づき、台湾が自衛のために必要とする武器の供与や防衛支援を進める構えとしているんだって。ちなみにアメリカ議会では、台湾支援については超党派で支持されており、今回の支援についても議会の承認は問題ないと見られているぜ。台湾総統府報道官はここの支援について謝意を表明し、これはバイデン政権による3度目の武器売却で、台湾の国防に対する重視の表れだと述べているよ。また、このアメリカによる台湾への兵器支援に対して中国外務省の報道官は4月6日の記者会見において、アメリカの行為は台湾海峡の平和と安定を損ねるものであり、断固反対し、強い非難を表明するとした上で、アメリカには売却計画の撤回を求めるとともに、強力な対抗措置を講じ、中国の主権と安全を守ると述べ、今後何らかの対抗措置を取るとしているね。中国はいつも強気に反論してくるよね。自分たちは好き放題にやってるくせにさ。そうだね。さて、このパトリオットの正式名称は MIM-104 とされ、アメリカのレイセオン社がそれまでの MIM-14 ナイキハーキュリーズの後継ミサイルとして開発したものとなっているよ。広域防空用地対空ミサイルシステムで、弾道ミサイル防衛 MD システムの中で、最終工程にあたる20から 30km の範囲の防御にも対応可能なミサイルなんだ。1990年に勃発した湾岸戦争時には、イラク軍のスカッドミサイルを撃墜するなどの戦果を挙げ、アメリカとその同盟国において10カ国以上が導入して運用しているんだって。その発射システムはトレーラー移動式で、1射撃単位としてパトリオット射撃中隊によって運用され、射撃管制車両、レーダー車両、アンテナ車両、情報調整車両、無線中継車両など、最大で8両のミサイル発射機トレーラーに、電源車両再装填装置付き運搬車両整備車両などが加えられた、10台以上の車両により構成され、これらの車両が自走して野外に発射サイトを設営して射撃可能となるんだ。この射撃中隊が最大で6個と、式場運用中隊と整備補給中隊によって1個射撃大隊を編成するみたい。パトリオットは配備以来、世界の軍事情勢の変化などに対応するため、各種の改良が施されていて、初期のベーシック形態から現在の最新形態はPAC パトリオットアドバンストケイパビリティ3形態まで進化しているよ。日本の航空自衛隊が導入しているのはこのPAC-3形態とPAC-2形態で、弾道ミサイル防衛 BMD と敵航空機の攻撃迎撃戦闘に対応しているようだね。台湾空軍においては現在200発のPAC-2形態を保有し配備しているとされ、中国軍が台湾に標準を合わせているとされる短距離弾道ミサイル SRBM 東風 11A の対抗手段としているみたい。PAC-2MIM-104C は目標に接近して自らを爆発させ、飛散する破片によって目標を破壊する近接侵犯方式であったため、航空機に対しては高い効果を持つものの、湾岸戦争時にスカッドミサイルに命中しても弾頭の機能が、そのまま無力化できずに落下して被害が出る場合があったと報告されており、実際にはアメリカ軍が公表している撃破率よりも低かったのではないかと見られているんだ。この反省を踏まえて改良されたPAC-3は、弾道ミサイルの攻撃時は弾体全体を目標の弾道ミサイルに直接衝突させ、その運動エネルギーと弾頭の炸裂によって目標を粉砕破壊する方式が採用されたよ。
また、PAC-3 弾は PAC-2 弾より直径が細く、これまで PAC-2 では1発しか格納できなかったミサイルキャニスターに4発を格納するクアッドパックが実現し、1台の発射機に最大で16発の搭載が可能となったんだけど、その代わりに対航空機迎撃における射程が半減したとされるんだ。しかしながら、航空機や空対地ミサイルを迎撃する射程が PAC-2 に劣るものの、パトリオットをそれらに加えて弾道ミサイル対処能力を併せ持つ複合型防空システムとして生まれ変わらせることに成功したってわけだな。現在では PAC-3 の性能向上型として MSE ミサイルセグメントエンハンセメントミサイル部分強化型が開発され、航空自衛隊では2020年から配備が進められていて、PAC-3 のロケットモーターと操舵フィンを変更することで、最大2倍の射程延長と機動性の向上が図られているよ。ただし、従来型の PAC-3 と比べてミサイル直径が太くなったため、発射機1機あたりの搭載ミサイルが16発から12発と減少したんだけど、射程の延伸と姿勢制御技術の向上によってより高高度での弾道ミサイル迎撃が可能となっただけでなく、迎撃の最終段階で目標の弾道ミサイルを捕捉するシーカーの精度向上と弾頭の破壊力が強化されたんだ。そのため、北朝鮮の弾道ミサイルを迎撃する必要が発生した際に、海上自衛隊イージス艦搭載の海上配備型迎撃ミサイル SM-3 が高高度で迎撃し、撃ち漏らしたミサイルを航空自衛隊の PAC-3 によって低高度で撃墜するという、2層迎撃体制の日本の BMD 構想に、おいて PAC-3MSE の導入は有効と考えられているってわけ。今回台湾に対して承認された支援では、台湾軍の PAC-2 を PAC-3MSE にアップグレードする費用がその大半と思われ、完了すれば台湾の防空システムの性能が大きく向上するとされているよ。しかし、近年の中国においては、極超音速兵器の開発が進められており、2021年8月に実施された発射実験において、大気圏外に打ち上げられた極超音速兵器が、地球の低周回軌道を周回した後に極超音速で滑空飛行しながら、標的から 39km 以内に近接着弾したことが明らかとなっており、その脅威レベルは年々増大する一方だぜ。力を持たせちゃいけない国に限って、どんどん力をつけていくから、立ちが悪いよね。極超音速ミサイルあるいは滑空弾道ミサイルは、その最終工程ではマッハ5以上で飛行するため、PAC-3MSE での迎撃はほぼ不可能とされ、日本の現在の2層迎撃体制では対応することができないとの指摘があり、アメリカ軍と同様に ABL は ALH 空中発射レーザーによる音中距離防衛と、サードシーターハイアルティチュードエリアディフェンス戦域高高度防衛ミサイルを加えた、多重防衛システムを検討すべきとする声が高まっているよ。ただし、日本については現在陸上自衛隊が運用する03式中距離地対空誘導弾の改良型の開発が続いており、将来的にはこれに弾道弾対処能力も付与される見込みであることから、日本がサードを導入、運用する見込みは低いとされるぜ。03式中距離地対空誘導弾は、同時多目標対処能力、対電子戦能力、即応性、高端性を合わせ持つ、西側各国から見ても最高水準の性能を誇る地対空ミサイルシステムであり、射程と最高迎撃高度以外での性能は PAC-3 を圧倒しているともされるんだ。この装備は現在南西諸島を中心に配備が拡大中なんだけど、これの特徴はシステムの隠蔽、および即応性が極めて優れている点だね。例えば敵の対レーダーミサイルの発射を検知した後、狙われたレーダーは電波の発射を中止する一方で、他のレーダーと協調して発射機は戦闘を継続、敵航空機を撃破するといったことが可能なんだ。その上、システムの要素が分散しているため、一度の攻撃で完全な機能喪失を起こしにくいというメリットがあるよ。現在、自衛隊は1式短距離地対空誘導弾短距離地対空ミサイルからこの03式中距離地対空誘導弾、PAC-3MSE に SM-3 と、すべての階層において最高水準の防空ミサイルを配備しているんだけど、現に、自衛隊並みの防空コンプレックスを誇るとされていたロシア軍が苦戦を強いられている以上、その戦訓をしっかりと分析し、抑止力向上のために活かしていく必要があるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、宇宙についてだよ。スケールがでっかくていいな。そうだね。みんなは、宇宙服の値段を聞いたことがあるかな？そういや、いくらかなんて考えたこともなかったね。言われてみればそうだな。予想してみてよ。絶対に高いのは分かってるから、1000万円とかかな。いやもっと高いだろ。なんたって宇宙で行くには必要なものなんだからな。1億円ぐらいだと思うぜ。二人とも不正解だよ。正解は11億円なんだ。そんなに高いの？
びっくりしすぎて、冷や汗が出たよ。そりゃ、宇宙旅行に行くのに大金が必要なわけだね。ほんとだよ。いつか宇宙に簡単に行ける未来が早く来るといいね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。